いや、カルダナエダですね。カルダナエダのタイトルで暗号通貨から引き継ぐに、2014年ぐらいからですね、私は2013年に、速稼塾立ち上げて、すぐにね、インターネット情報革命の後は、通貨革命が来るんじゃないかな。要するに通貨っていうのはもう情報ですから、誰にいくらあるとかね、どこに送金したとかっていう情報のやり取りが通貨とか資産のやり取りだと思うんですよ。仮に銀行に行った時にカードとか通帳を刺してね、あなたの口座には1円もありませんっていきなり言われたら資産がポンと飛ぶわけじゃないですか。でもすごく少ないけど、そのリスクを私たちは抱えながら日本の通貨を使ってるわけですよね。紙幣を使ってるわけですよね。だからその暗号通貨っていうのも、これはリスクが高く、なくなるリスクが高いんだけども、だけども同じような概念でしょうね。だから生の現金っていうのも、どっかに預金がしてあるけれども実際に下ろせなかった取引騒ぎみたいなことは今まであったわけですから、そう考えたら貯金といえども本当にそこに存在してるのはどうかってことは非常に怪しいと思わざるを得ないんですよ。ただしお金を稼げる力とかね、お金じゃなくても食事をおごってもらえる力とか住まわしてもらう力っていうのは多分ね、交渉とか交換条件でなんとかなると思うんですよ。昔からありましたけども、そのラーメンを食べてね、あれ財布がないって言ったら皿洗いをして返しますみたいなね、そんなね漫画のネタとかあったと思うんですけども、昔はねそういうのとかね、あとなんか働いて返しますとか、お金がないんだけども土間でも何でもいいから今日泊めてもらえませんかと、したらなんかね庭先の掃除でも呼び込みでもして働きますからみたいなんでね、なんか宿泊費の代わりにするみたいなのが、昔のなんかね物語にあったんじゃないかなと思いますよね。それと同じように、その自分が知識とか情報とか経験とかをお話しすることによって対価を得るっていう世界が今来てるんだろうなと思うんですよ。でその暗号通貨に関しても、どの通貨が自分としては有利だと思うよっていう情報を欲しいから、なんかコミュニティに参加するとかっていうのがあると思うんですよね。例えば昔はね、ノアコインみたいなのがあって、そのノアコインの情報を知るためにはこのコミュニティに入ってくださいみたいなので30万みたいなのあったわけですよ。で30万にコミュニティで入ってノアコインをさらに買って両方ともねポシャルというね、とんでもない目にあった人もいるんですけども、今だからね、コミュニティに参加するっていうことも誰でもできるし、そこには一定の信頼関係を持った情報を発信すれば、参加者も募ることができるっていう、そういう時代なのかなと。それがビジネスに変わってきたかなと。情報ビジネスね。例のヒルズ塾でもそのインフォビジネスをやりませんかみたいな感じで最初リリースされてましたけども、そんな情報で金稼げるなんて思わないよってその時は私思ってたんで、実は入塾にね結構ね悩んだんですよ。で蕎麦屋さん、ちかさんっていう蕎麦屋さんが売り上げを100円高上げたっていうのですごく大きなエピソードになって、その時思ったのが、あ、できるんだと。100円でもすごいよねと。あとはその速度を上げていくだけだもんねと。だから0から1を成り立たせれば、それが突破口になって1から10、10から100、100から1000、1000から万っていうのは、私的にはもうピピンとね設計図が見えましたね、その時はね。それが未だにあるって感じじゃないですか、だからその放送さえしておけば、発信さえしておければ逆転するチャンスはいくらでもあるかなと。なぜならお金を払ってでも解決してもらいたい問題を全ての人が抱えてるからなんですよね。ということでございます。ね、体のエラーでしたね。はい、いってらっしゃい。